Good afternoon, everyone. This is your captain speaking from the flight deck. Thank you for flying with us today. This is the 30 Mod Boeing 747-8 Intercontinental. This aircraft has many modern features by 30 Mod simulations. We'd like to share with you the detail of this aircraft. Thank you. <music> おはようございます。やみです。本日も皆さんの連続パイロットビルグ、クルーズをご覧いただきありがとうございます。さあ、今日はですね、こちら、サルティシミュレーションズの話題ということで、なんとこの綺麗なカラーリングのボーイング747-8のインターコンチネンタルなんですけれども、ちょうど日本時間で4月6日の早朝に当たるんですけれども、満を持してですね、 デベロップメント版が公表されたというところで今日はこちらの機体について紹介してみたいと思いますということで早速やっていきましょうはいということで今日はサルティシミュレーションズのボーイング747-8の方を紹介していきたいと思うんですけれども このサルティというところから出ているモッドについては以前もですね、たびたび紹介したことがあったんですけれども、今回はですね、非常に大きな変化があったということで、 まあそれが何かというとですね、機体データ自体が完全にデフォルトのものとは切り離されたということで、これまではデフォルトのデータに MOD っていう形で追加されていたんですけれども、今回から全くデフォルトとは切り離された別の機体として747-8が登場しているということですね。なので、機体の選択画面の方でもサルティシミュレーションズというタイトルで入ってきているということになっています。 ということで、まあ、今回からですね、完全に切り離されたということになるので、デベロップメント版に限ってなんですけれども、独自の開発を今後は進めていけるということで、A32NX の時もそうでしたけれども、デフォルトの機体から切り離すことによってですね、できる幅が非常に広がるということで、かなりポジティブなアップデートなのではないかなというふうに思います。ちなみに、ダウンロードサイトの方は、概要欄の方に貼っておきたいと思いますけれども、 こちらですね、サルティシミュレーションズの GitHub のページから下がっていくとですね、デベロップメントビルドというところがありますので、こちらからですね、クリックとダウンロードということで最新のデータをダウンロードしてみてください。ちなみに皆さんもご存知とは思いますけれども、入れ方としてはコミュニティフォルダーの方に入れるだけで OK ということになってきます。 ということで、実際のですね、改善点を踏まえて、機体の方を見ていきたいと思うんですけれども、まず外装的な部分っていうところでは、差して大きな変化はないというところで、まあ、今後手が入ってくるのかなというところなんですけれども、サウンド関係に関してはかなり良くなっているかなということで、多分デフォルトとは違うサウンドパックがすでに適用が始まっているのかなと、そういった印象ですね。それからコクピット関連のところでいくと、FMS、 フライトマネージメントシステムの方もかなり良くなっていますし、eCAS の方のディスプレイに関しては多分まだデフォルトと変わっていないというところですかね。フライトコントロールとドアとギア関係のところ、あとはエンジンデータですね。こういった形で表示されるということで、今後ですね、 内容的に拡充されてくると思いますけれども、エレクトやハイドロリックなどはまだ搭載されていないということになってきます。また、オーバーヘッドパネル関係のところでいくと、ざっと見た感じは特にですね、大きな変化っていうところはないんですけれども、多少いじれるところは増えているかなというところですね。特にブリードのところなんかのオンオフみたいなのは、 デフォルトではここら辺がいじれたかどうかちょっと記憶にないんですけれどもまだまだ細かいところではあるものの一部ではアップデートが入ってきているとそういった状況だと思いますというところで簡単な紹介はですねこれぐらいにしてちょっと今日はですねあまり時間が取れなかったのでフライトの中盤までなんですけれども離陸それからクライムのパートですね映像として撮ったものがあるのでそちらを見ながら解説していきたいと思います はい。ということでですね。まずはですね。タキシングのパートですね。FMS の設定の方は、先ほどもお伝えした通りですね。非常によくできていてですね。まあ、以前にも紹介しているので、サルティの元の凄さというのは皆さんすでにご存知だと思うんですけれども、その中でも全てがですね、しっかりと盛り込まれてきているということで、ファンクション的にはルート設定は当然ですし、 ホールディングなどの機能も入ってきているということになっています。ちなみに逆サイドからのウィングビューはこんな感じですね。 やはりシステムの方が安定してきてくれると、空の景色を優雅に楽しみながらフライトなんていうのも、フライトシミュレーターの楽しみの一つだと思いますので、こういった部分も期待したいところですね。遠くには完成塔が見えていたり、手前の防波ブロックだったりとか、アプローチライトっていうところも非常に綺麗に描画されているのが見てわかると思います。こういったところからも、サルティシミュレーションズの747ですね。 特にシステム的なアップデートは入ってきていますけれども、動作が重くなるとか、そういった部分の影響は全く感じないというところですね。非常によくできているのではないでしょうか。続けて離陸のパートを見ていきたいと思います。えー、こちらに関してもですね、非常に好印象なんですけれども、今回クロスウィンドウが吹く中での離陸ですが、操縦性に関しても申し分ないというところですね。ただちょっと裏が取れていないので、 これがデフォルトの機体としての性能なのか、それともサルティのモッドが入ったことによるエアルダイナミクスの向上なのかっていうところはまた改めて調べておきたいと思います。というところで離陸してですね、東京の街並みを眼下に見つつ上昇を進めていきましょう。というところでまずはオートパイロットを設定して上昇を続けていきます。 l ナブと r ナブの補足っていうところでも非常によく動いてくれていますね。この点、デフォルトの機体はですね、非常に不安定な要素があったと思いますので、今のところはサルティのモッドがうまく機能しているような、そういった印象ですね。はい、ということで今日はですね、サルティシミュレーションズの747-8インターコンチネタルの方のですね、基、え、礎、ー、からの眺めというところで楽しんでいただいておりますけれども、 新しいモッドということで、これまではデフォルトをベースにしたモッドっていう立ち位置でしたけれども、今回からは全く新しい独立した機体っていうところで、今後ますます開発の進度も速くなっていくと思いますし、何よりもできることの自由度が上がっているっていうことで、かなり期待度高く見ていけるのではないかなというふうに思います。というところで今日は簡単ではありますけれども、サルティシミュレーションズボーイング747のご紹介でした。